2019年1月クールドラマ総括その3、今度はフジテレビ系列、はい、ご採用、うん、カンテレ制作だけど、ね、ねえ、まあ、僕らこういうキャラなんでね、こういう闇の職種というかね、こういうの特集してくれるのは面白いかなと思ったりはしますけれども、うん、もう僕毎回気になるんですけれども、こう芸能界っていろんなとこからいっぱい集まってあるわけじゃないですか、うん、で木村佳乃さんであったりとかね、うん、高橋克典さんとかね、うん、確かにうまいんですけれども、うん、大阪弁がもうちょっとね、これはね、関西の人みんな気になると思うんですよね。いや、九州の人らは九州弁気になると思うし、みんなだから一緒やと思うんで、うん、そこ出身の人らで、どないかならへんのかなっていうふうに思ったりしますけれどもね。木村佳乃さんとね、うん、木村多江さんとのね、掛け合いなんかもおもろかったんですけれどもね、うん、それだけにね、もうちょっと、大阪弁がしっかりしてるともうちょっと楽しかったかなと思ったりしましたけどね。でもあのあたりね、うん、もう全くね吉本新喜劇風というか、はいはいはい、そのコメディにある意味偏りすぎというかね、うん、もうくっきりとシリアスパートとコメディパートがあって、はいはい、コメディパートのところはあのダブル木村が、ね、はいはい、普段はああいう姿を見せない、うんうん、木村佳乃の変顔とか、はい、ね、それからあんだけアクティブな木村多江とかいうとこも含めて、うん、まあ話題ではあったんだけど、うん、ちょっとまあ御採業っていうそのイメージというか、もともとね題材となった事件もあるわけだし、はいはい、それをもとに小説が作られて、うん、それが大竹しのぶ主演で映画となった、うん、まあこのあたりの本当にドロドロとした闇っていう感じからは程遠い、うん、ね、今回のコメディーパート、うん、まあ別物と考えてみたら楽しめたかもしれないけど、うん、はい、でも大竹しのぶ主演映画を見た人にとっては、うん、いやいや違うでこれと、まあね、いうことになったのかもしれないけど、うん、はいはい、うん、で最終回、はい、あの高橋克典それから井原剛も含めて、うん、あの4人で組んで、うん、はい、暴力団から大金をせしめた、うん、でこのあたりは、はい、あのコンフィデンスマン JP を見てるよというなんか物語変わってんちゃうかっていう、まあ、でもあれを良しとするのはどうかなと思いますけどね、うん、でまあそんな中であの左翼が告白した、はい、ね、注射器、うん、自分で夫はやったんだと、うん、はい、でも最終的には注射器あったよね、ありましたね、ということはやっぱり殺人手を下してたのは左翼っていうことで、まあ結局、うん、あの左翼が悪女っていうことでなければ、うん、御採業っていうもの自身が成り立たない、うん、まあまあ確かにそういうことですからね、うん、あでも楽しめたのは楽しめた、はい、うん、関西では初回 13.7% そうですね、大阪の人だからあんな好きなんでしょ、好き好き、ね、はい、でただ、まあ首都圏ではね、はい、平均 6.3、うん、最高が初回の 8.7、はい、なんと5ポイントも差があったよ、で気になるのは、はい、最低が最終回の 5.1 と、それちょっと残念ですよね、やっぱり物語のこう引きがそんなになかったというか、もうあのドタバタコメディはもうええかって飽きられたかもしれへんという、でフジテレビその次はトレース、はい、科捜研の男、はい、頑張ってましたね錦戸君がねあとね、あの船越さんとね、うん、こう初めは温度差がえらいあるのかなみたいな感じでしたけれどもね、うんうん、いつの間にか仲良くなったというか、うん、まあまあその辺も含めてね、うん、よかったと思うんですけれども、うん、でまあ錦戸亮が演じた主人公マノーなんだけど、はいはい、うん、意外と出番が少ないというか、はい、ね、最後の事件解決でそれを説明するのもね、うん、まあ科捜研という立場上仕方がないんだけど、うん、刑事の虎丸船越英一郎がいろいろ説明するという一番肝心な美味しいところを持っていった、はい、でそれも含めて、まあ、特に最初の方はこうギャン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 と、ね、船越英一郎自身もあえてそういうような演技にしたっていうことも言ってたんだけど、はい、そのあたりがまあ悪目立ちというか、うん、視聴者からの不評も高かったんだけどね、うん、それがまあ抑えられた中盤以降はなんかしっくりきたというか、はい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 、っていう感じで、それと、まあ、あの荒木優子が演じた、はいはい、あの後輩の沢口のんな、はい、
とのな中途半端な恋バナっていうのもあったりなんかして中途半端でしたねでもあれねそういうのを入れる必要性があったのかどうか月9ですからあ無理やりでまあ最後ね、うん、あの千原ジュニア演じるダンが、うん、まあ案の定の黒幕で、うん、それから萩原雅人扮する早川が真犯人という、はい、まあこれもどうしようもない事件やそうですね、うん、で特にね、うん、あのマノのお姉さんが早川へのいじめをダンに依頼していたっていうのが、はいはい、まあこの真実が本当に後味が悪いというか、うん、ねえ、うん、千原ジュニアは死んでませんでしたしね、まあ、ねそう、うん、最後あのピクってあれで完全にホラーになって終わってはい、はい、あれなんか続編やるんやろか どういう意味なんでしょうかねあれでまあ、平均が 10.8、はい、最高視聴率は第1話の 12.3、うん、最低が第3話の 9.6、はい、最終回は 11.5 とまあ微妙な数字なだけにね、はいうんうん、でそれからフジテレビ、はい、次はスキャンダル専門弁護士クイーンはいなんかまあまあ難しい今もうその弁護士の話ってね僕らよく分からないから難しい話ばっかりなんで、うん、しゃあないっちゃしゃあないんでしょうけれども、うん、ただねここはもう出てはる女の人がみんな綺麗やからもうそれだけでええかなみたいなね竹内優子に、はい、水川あさみに、はい、斉藤由貴さん、うんねまあ、あの泉さんもね泉理香もねお美しいですしねそれ見てるだけでも満足かなとバカリズムさんが羨ましいかなっていうぐらいのねそんな感じでしたけどねまあ結局ねキャラクター監修もバカリズムは兼ねてたっていうことなんだけど、はい、ただ中身的にはね、はいまあ、バカリズムに脚本を頼みたかったとこなんだけど、はいはい、今忙しすぎると、うん、いろいろと、うん、だからまあキャラクター監修という名のもとで、はい、あの事務所の中でのちょっとした会話とか、うん、そのあたり、まあ、いかにもバカリズムらしいっていうとこもあったりなんかして、はいうん、でもまあだからこそ中途半端になったというか、うんうん、でまあスピンドクターをテーマに、はい、で一体何もんやねんと、はい、情報操作で社会を動かすっていうことなんだけど、はい、それがどうもピンとこない、うん、そうですね、うん、でそれが弁護士である必要があるのかとかね、うん、弁護士なのに法廷シーンがほとんどないとかね、うん、そこらもこうなんかこう受け入れるのに時間がかかって割には終わっちゃった、まあ、バカリズムさんのね、うん、あのポテトチップス箸で食って、ね、あれよねこの間京セラに行ったんですよ、うんうんうん、お店を見にね、うん、たら女の子が箸でポテトチップスをくだったんでもうそれとしか結びつかなかったんですけどねで視聴率がね、はい、なんと平均 6.8 最高が初回の 9.3 だから一度も2桁届かず残念ですね。で最低が第2話の 5.8 で、はい、最終回も 6.0 とイマイチ、はい、ということで、はい、この続きは今度にしたいと思いますね。はい、はい